どうも、構図です。今回ですけども、アルビレックス新潟太田修介選手、虫垂炎で手術ということでね、離脱になりました。全治4週間ということで、クラブ公式ホームページより発表がありました。当クラブ所属の太田修介選手が急性虫垂炎と診断され、2月2日に関連病院で手術を行いましたので、お知らせいたしますと。手術後約4週間の見込み、全治ですね。急性虫垂炎、別名盲腸とも言われますけれども、異物や噴石などが原因で、虫垂内の閉塞が起こり、二次的に細菌感染を起こす可能性の炎症ですと。虫垂に穴の開いた場合は先行性虫垂炎と言います。手術する時期を逃すと腹膜炎などの重い合併症を起こす可能性がありますということで、まあ、全治が出ているということは多分その重い症状には至ってないと思うんですけれども、まあ、ただそのキャンプ期間中、まあ、シーズン前に、まあ、全治4週間ということで、まあ、開幕は絶望なのかなと。2月24日開幕なのでね、1ヶ月間隔が空くとなると、まあ、コンディションを上げる時間も考えると3月の中旬以降に、本格復帰かと。まあ、2週間ぐらいでなんとかなんのかね。なので早ければ4節ベルディ戦3月16日、遅くとも、まあ、1ヶ月ちょいかかったとして、まあ、なんせセレソ戦には復帰できればいいなという感じなのでしょうかね。まあ、なんだかんだ2月3月出れないだけでね、5節終わってしまうのですよ。スケジュール表をもう一回見直したらですね、あ、こんなに試合進むんだと僕も改めて思いましたけど、いや、3月で5試合消化ってなんか早い感じしますよね。今季から20チーム制となった点も大きく作用しているので、やはり怪我などでの離脱はシーズン通して減らしていきたいなと、大きなポイントになると。まあ、堀米選手もね、沖縄キャンプ終わった段階で、ここまで怪我なく来れてますみたいな話をしてて、それが一番いいですみたいな、沖縄キャンプ期間中のインタビューかなに答えてらっしゃってて、まあでもやっぱりね、ね、全員、無事、これ名馬じゃないですけども、本当に無事に安全にね、怪我なくシーズン行けるっていうのがやっぱりいかに難しいかということを改めて感じた次第ですけれども、予想スタメン、まあ、各ポジション別に、こんな分布でしょうっていう風なところを、おさらいしてみましたが、まあ、太田選手が離脱ということで、なんならその小野選手、長倉選手もみたいな、なんかコメントでいただいたんだよな。試合出てませんよねみたいな。確かにトレーニングマッチに出てないんだよね。ということで、まあ、デンちゃんは普通に戻って、アジアカップから戻ってきてコンディション調整みたいなところもあるんだと思うんですけど、富山の試合出てなかった意味は。ね、その小野選手、長倉選手もちょっと気になるなっていうところですけど、まあ、一方で鈴木、谷口、まあ、特に谷口選手、好調。で、長谷川元希選手が左サイドもできるっていうのはでかいよねと。まあだから、伊藤亮太郎選手が加入した当時の状況と非常に似てきてますよね。左長谷川、真ん中高木とかだと本当に、ね、左伊藤、真ん中高木みたいなのに近しい印象を持ちますけども。一方で石山青空選手はボランチではなくトップ下で富山戦は出てたみたいで、そうなると非常にまたね、面白みがあるよねと。トップ下争いも、まあ、熾烈になってくるというふうなところですね。で、右サイドに関してはダニーロが非常に好調そうであると。やっぱその1シーズン J リーグを経験、J1 リーグを経験して、やっぱりその日本のプレースピードだったり、アルビのサッカースタイルだったり、いろんなところに慣れてきた状態で迎える2年目。ちょっと期待感持っていいのではないでしょうか。ということで、まあ、松田選手もね、レンタル延長ということで、ね、完全じゃなく、レンタル3期目というふうなところで、また決意のレンタル延長ということだと思いますので、まあ、右サイドは非常に競争し烈、まあ、コミ選手も練習試合では得点量産している、まあ、アタッカー陣、なかなか層が厚いじゃないかというふうなところがあります。太田、長倉、小野がいなくても、そんだけ話ができるってすごいことだよね。で、ボランチはね、誰がスタメンなのか未だに分かんないけど、とりあえず練習試合でのファーストチョイスは秋山、島田っぽいですね、今のところね。まあ、ただそこに宮本選手だったり、星選手あたりがどれだけ食い込んでくるのか。サイドバックはやはり荒井、藤原あたりに対して、堀米、長谷川、森あたりがどこまで、というところですけれども。ね、堀米選手頑張ってほしいな、個人的には。ね、スタメンっていうところで。あとは、ディフェンスもね、まあ、デン選手が戻ってきたばかりというのもありますが、マイケル・早川っていうね、感じで。
で、千葉沿道みたいな感じで、その、なんだ、1本目、2本目、3本目で変わっていきましたけれども、富山戦ではね、結構、ディフェンスは底上げできてるんじゃないかなと、その渡辺大輝、そして田上が抜けたところっていうのは非常に、うまいこと、そんな懸念点としてはないのかなというふうな印象。で、まあ、水戸ちゃん抜けた穴も、まあ、長谷川元輝選手がだいぶカバーできそう。なんならそれ以上まである。やっぱ気になるところは、やっぱ甲選手の後が、まあ、宮本選手がどれほどやるのか、もう島田、秋山でめっちゃゴリゴリ回していくのかみたいな感じですね。パス回し主体みたいな。そこかな。やっぱボールの取りどころ、でも選手のコメント見ると結構ね、そこもポジティブなコメント出てたりするので、ボールの取りどころだったりね、そのスペースの埋め方、コンパクトにするところ、引くところみたいな。なので、まあちょっとやっぱりちゃんとね、そのリーグ開幕して試合見てからかなっていうふうなところは思いますけれども、まあとにかく攻撃、点取るっていうところがやっぱり非常に重要なポイントになるとは思うので、そこに注目かなというふうに思います。いかがだったでしょうか？ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。太田選手のね、いち早い復帰を僕は願っております。ご視聴ありがとうございました。いやー、ゲレスがね、3点目で決めてくれましたね。もう昇格は目の前ですよ。終わった。わあ、ナイス。はい、チャンス、チャンス、チャンス。本当に劇的コミがね、やっとね決めてくれてね、もう俺あの昇格する時のね、あのゲルスのゴールより泣いちゃいましたね。いや感動しました。なんかね本当にね、この町田の地でね勝ちたかったっすね。本当になんか本当にね、この2年間悔しかったんだなっていう。すいませんね、すいませんよ、はい、これが福岡の洗礼です。いきますよ、いきますよ、せーの、せーの、現地観戦 Vlog 絶賛公開中、再生リストからぜひご視聴いただけると嬉しいです。完全ドキュメンタリー、アルビサポが現地で見た状況、感動すべて盛り込んでます。